私はもう世界一真面目です。こんにちは。こんにちは。お父さんは真面目ですか？私はもう世界一真面目です。愛媛県民は真面目だと思いますか？どんなでしょう。県外の人の腹から割ってお話しするいうことはあんまりないからねえ、比較的真面目なんじゃない愛媛はねえ。でこれリポートしてくれじゃないじゃん、僕が発案したこれ、これ自慢の手作り。え、すごい。手作りよ、これ。動画なんぼでも撮れるんだ、これ。お父さん結構こういうの作るの好きなんですか？好きなんあれも手作りで、時計台、由良小学校が廃校になったやつ。幸せの時、午後島の名所作りにしようかなと思いよって。愛媛県の真面目さをアピールしてほしいんですけど。そう意識して言われたら何を言うてやらわからんが。真面目愛媛。ちょっと笑ったのに、歯がないなっとるけんの。